ちょっと気になったので、前回に似たテーマになりますが、JO1 の話です。JO1 の M カウントダウンに出演をしたということで、前回の動画でネットニュースとかで取り上げるのが多くなるんじゃないかなって言ったんですが、全然取り上げないじゃないのよっていう。文化系トーク YouTube グランパンパスです。はい、冒頭でも述べましたし、タイトルにもしていると思うんですが、ネットニュースね、取り上げないじゃないのよっていうね、おねえ言葉なのは、ちょっと言葉尻柔らかくしないと、どんどん怒りの方向に行っちゃうんで、自分で抑えようとしました。で、ですね、取り上げないじゃないのよって言ってますけども、取り上げてくれてるんですよ、ネットニュース。ただし、K スタイルさんとか、ダンミさんとか、K-POP モンスターさんとか、基本韓国の方のネットニュースサイトをですね、調べましたが、今のところね、メールカウントダウン JO1 でニュースでね。で、今のところ、日本だとモデルプレスさんだけですね。モデルプレスさんはさすがです。モデルプレスさんに関しては、2019年に私が主に取り扱わせていただいておりました山口真帆さんたちのこともすごくよく取り扱ってくれておりまして、モデルプレスさんはすごくいい記事を書いてくれるし、どちらかというと注目されていない、あるいは周りの大手メディアが注目しないところにもちゃんと注目してくれるというところで、さすがモデルプレスさんと、モデルプレスさんのことは褒めておきます。で、普段だったらスポーツ新聞社、日刊スポーツさんとかね、あとオリコンニュースさんとかもやはり取り上げるはずなんですよ。で、しかも日本のグループがですよ、向こうのカウントダウンの方に出て2曲披露したっていうところは、ネットニュースというか芸能ニュースとしてはなかなかのものじゃないですか。だから本来取り上げるべきかなっていうふうに思うし、向こうでもそれなりに反響が出ているわけだから、やっぱり取り上げるべきなんですよ。じゃあ今、日刊スポーツさんのね、名前出したので、日刊スポーツさんの別の記事とかのこともちょっと言わせてもらいますけれども、日刊スポーツさんは、じゃあ、例えばうちは日本の新聞社、スポーツ新聞社ですから、韓国の芸能のこととかは取り扱いませんみたいなことを、もしそういう考え方なのかなっていうふうにちょっと思うじゃないですか。なんですけど、日刊スポーツさんはドイツのラジオパーソナリティがBTS に対する差別発言をしたっていうところのニュースを上げていたんですね。コールドプレイの曲を BTS がカバーをしているっていうところがあって、それについてとあるパーソナリティが差別的な発言をした。それがいわゆるアジア人差別だっていうところのニュースを取り上げていました。まあ、それ自体は私もアジア人ですから、ドイツのパーソナリティがどういう気持ちで言ったのかっていうところに、別の憤りは感じますけれども、そのパーソナリティに憤りを感じるだけではなく、ちょっと興奮しすぎて、このオルビットのこのね、ラズライトをつけるの忘れてましたんで、ね、ちょっと今つけましたけども、ドイツのパーソナリティに憤りを感じるだけではなくて、ドイツと韓国の話の芸能ニュースを取り上げる余力があるのだったら、日本の JO1 が韓国の M カウントダウンで爪痕を残しましたよっていうところの話を取り上げた方が良いと思うし、両方取り上げてもいいじゃないですか。なぜかなっていう気がしてますね。不思議ですよね。忖度なのかなとか、これ思わざるを得ないじゃないですか。オリコンニュースさんもやっぱ上げませんしね、結構いろいろ上げてくれるんですけどね、なかなか不思議ですよ、これはね。全然取り上げないじゃねえかっていうね、モデルプレスさん以外ね。皆さんもモデルプレスさんはとても良いネットニュースサイトですので、ぜひぜひごひいきにしていただければなんてね、モデルプレスの回し者みたいなことを言いますけども、まあ、実際にモデルプレスさんにはね、2019年ぐらいから感謝をしていますので、私がね、今でもしているね、山口真帆さんたちのことを大事にニュースで取り上げてくれた、当時として数少ないニュースサイトでしたから。そして今現在でもこうしてちゃんといろいろと私が知りたいニュースを取り上げてくれるということでね、私としてはすごくね、頼りにしているところですね。はい、まあ、憤ってばっかりいてもしょうがないので、豆原一成君の話をしようと思います。いきなりですけどもね、豆ちゃんいるじゃないですか、いるじゃないですかっていますよ、それね。M カの中で、他の順基とか、レンとか、ショーとかね、スカイとか、みんな名前の表記だったのに、JO1 のメンバーね、歌詞のところ。
豆原一世豆ちゃんだけ豆だったっていうところが話題になっておりますし、ここに触れないわけにはいかないですよね。あのしかも豆ちゃんのチッケムチッケムだけあの2曲両方ともあったというところ、あのまず2曲歌ったっていうところがあるんですが、チッケムに関してはどっちか1曲に他の10人はあの1人ずついるみたいな感じなわけですよ。でも豆ちゃんだけ両方ともチッケムがあったっていう、2つチッケムが豆ちゃんだけあって、しかもあだ名で豆ちゃんだけ呼ばれているっていうね、ここがあの不思議だなっていう感じで、まああの2つ考えました。1つ目はおそらくあのみんながねそうだろうって思う話、つまりみんな豆ちゃんが好きなんだろうなっていうね、Mネットさんが豆ちゃん推しなのかなとか、そんなことを考えたりしたりするっていうね、まあそれはねこっちとしては嬉しいことですし、特に豆ちゃん推しの豆ペンの方はね、豆ペンでいいんですかね、豆ちゃんペンの方はねとても嬉しいだろうなというふうに思うところですよ。アースの自分としてはね、豆ちゃんというと一番のイメージはレン君とのあのすごいバトルっていう部分もそうなんだけど、あの4分と豆ちゃんで箱の中身は何だろうなのところでね、あのワカメ取り出すところのとこで4分のあの名言である生まれた時に立てるやつっていうところを言った時の隣に豆ちゃんがいてニコニコ笑っていたっていうのがあのいいなと思って、可愛いなと思った記憶がございます。はい、そういうわけで Mネットさんが豆ちゃん推しだっていうところが1点で、もう1点はこれはなんとなく思っただけなんですけど、豆ちゃんの名前の一世っていうのがあのちょっと別の言葉に似てるからっていう、なんかあの日本はイルポンっていうわけですけど、あのイルゼなんだっけな、イッゼかな、イッゼ、あの違うかもしれない、なんかイッチみたいな発音になっちゃったけど発音ができないんですが、日本製みたいな感じのあの発音に似てる言葉になっちゃったりするっていうか、Google 翻訳で一世っていうのを翻訳すると、その、あの、日本製みたいな方の意味が出てくるんですよ。だからなんかちょっと、豆ちゃんの名前日本製って書いてあるの変だなっていうところの、そういうのがあったのかなとか。で、もう一つ、これは Google 的にダメかもしれないんで言いませんけれども、あの、日本製以外に、その、もう一つちょっと違う意味もあって、そっちの意味の方に取られると、何かしらの物議を醸す可能性もあるというのがあったかなと。まあそれについては詳しくは言いませんが、あの一世っていう言葉がちょっと別の意味に取られる可能性があったっていうね、その可能性もちょっとあるのかなっていう、そこについても気を使ってくれたんじゃないかなっていうね、まあ私の妄想でございますけども。はい、というわけでね、あの JO1 が M カウントダウンに出たっていうことをモデルプレスさん以外の日本の、メディア、ネットニュースメディアなどが取り扱っていないなっていうのが寂しいなと思いました。何かの思惑とか大人の事情とかやっぱりあるんだろうなっていうのをこれでさらに感じてしまいますよね。この動画を上げたタイミングで別のメディアとかが何か取り上げてくれていたらそれは嬉しいなと思いますが、まあ時間も結構経ちましたのでなかなかないんじゃないかなって思ってます。はい、日本のメディアはもっと自分たちの国のアーティストを大事にしましょうね。うん、はい、ではよかったらチャンネル登録お願いいたします。ではこの辺で失礼いたします。言いたいことは今日言っておく。グランパンパースでした。